そしてその後なんとか天候に間に合い、俺たちの京都旅行は始まった。いろんな場所をめぐっておでんご食べたい妖怪お団子食べたい出てきてますよ、しんのすけくんの背中から。わあかわいい、かわいい、これこのツーショットかわいいな。その日はとても楽しい時間だった。あ、これ信行な信行すごい怪しい顔してないか、これだとしたらそして夜、はあ疲れた。今日はいっぱい歩き回ったからね。でも本当に楽しかった。あ、待て、これルイちゃんと同じ部屋な。え、俺ルイちゃんのことを女の子だと思ってしまっているから、ベッドで二人きりになった時にさ、襲いかかりかねないな。可愛い雑貨とかいっぱいあってお土産も買いすぎちゃった。レイ君とモチさんは買い物に夢中だったもんね。そういえばシロ君たち部屋に戻ってこないね。何してるんだろう。あ、多分これルイちゃんと二人きりになれる時間を提供してくれてるんだと思うよ。だからさ、ちょっとさ、一緒になってさ、隣同士一緒になって過ごそうぜ。ねえ、ちょっと寄って寄って。そう、もうすぐ帰ってくるんじゃない。そっか。はあ、でもよかった。こうしてオカルト部のみんなで同じ部屋に泊めるなんてラッキーだったよ。でもしょうがないことではあるけれど、マチちゃんだけ別の部屋っていうのはなんかかわいそうだね。そうだろう、そうやな。まあしょうがないよ、一人だけ女の子やもん。ルイちゃんなんでこっちに来てんのってみんな思うけど、男の子だってことが忘れてはいけないまあ女子と男子は別々の部屋だからね、しょうがないかも。ん、呼んで。うわ、マチちゃん、どうしてここに？部屋が気まずくて逃げてきた的な。私の部屋、静香とサトエと同じ部屋でさ。静香は翼の部屋に行こうとして、それをサトエが邪魔してるんだよね。おい、大乱闘スマッシュブラザーズや。大乱闘スマッシュブラザーズ始まってる。すごい大乱闘始まってますよ。すごい顔やってるよ、もうサナエさん。サナエさん、すごい顔やってる。超ギスギスした空気が流れてるんだよね。なるほど。それは大変そうだね。ちょっとさ、静香ちゃんの本性を知った女子が出てきてしまっとるからな。でも、そろそろ消灯時間だけど、大丈夫？平気、平気。ちゃんと後で隙を見て帰るから。ただいまでーす。あ、おかえり。いやー、骨董品屋さんをめぐっていたらあっという間に時間が過ぎてしまいました。骨董品興味あるの？早くしろって何度も言ったのによ、シロのやつ動かねえんだから。って、なんで俺まで付き合わされてんだよまあまあ、その代わりに素晴らしい骨董品が。へえ、どんなの買ったの？それはですね、かなり不気味な水墨画を。で、おや？どうした？どうしてマチさんがここに？男子と女子は別々の部屋だったはずじゃ。え、あるやん。こういう修学旅行の定番のあるやん。男子が部屋に女子が来たりさ、女子の部屋に男子が来たりとかさ、あるやん、定番のイベントとして。まあ、いろいろあってね。こっちの方が楽しそうだから遊びに来ちゃって。消灯時間だ。早く寝ろー。この声は、あらやばい。あらやばいな、これ見つかったら。先生だ。もう消灯時間？なんか早くない？とにかく、もちちゃんが男子部屋にいるのが見つかったらまずいよ。うん、俺としてはルイちゃんも部屋におったらまずいと思うんやけどさ、男の子だからね、みんな。この子は。そうだね。とにかく早く隠れないと。
こういう時は、こういう時はどうにかしてさ、断層してな、男の子のふりをする。数分後。まあ、先生は行ってしまいましたね。はあ、よかった。なんとかバレずに済んだね。うん。でも、これからどうする？ショートお時間になっちゃったし、まちちゃんも部屋に戻らないと。さすがに男部屋に女がいることがバレた。まずいだろう。全員定額になるかもしれん。確かにな。こっからが修学旅行本番じゃん。なんだお前、それは女子のトーク、女子トークみたいな、女子の恋愛トークみたいな話じゃないんか。それは女子の部屋でやれよ。こっち男子4人なんだぜ。4人か、間違えた、数え間違えた、5人だった。あ、でも4人か。ある意味ルイちゃん女の子だと思ってるからな俺。それに、こうして、一緒に旅行なんて初めてだし、こんなに早い時間に寝てるなんて、もったいなさすぎでしょ。その意見には、僕も賛成ですね。それに、先生も一度見終わりに来たし、もう来ないって。確かにそう言われると、そうだな。よし、じゃあ、これから、オカルト部の夜の3日スタート。いや、お前は部屋に戻れよ。なんかワクワクしてきてかも。部屋に戻れよ。そして俺たちはそれから何時間もお互いについて話した。でさ、でさ、こんなことがあって。へえ。あはは。あ、のびきが笑った。え、なんか変だった。いや、そうじゃなくて、のびきって最近よく笑うよね。確かに。そういやのびきってさ、ずいぶん印象変わったよな。そうじゃあ最初ののびきってどんな無表情面だったん？ああ、出会った頃はもっと静かなやつだと思ったけど、だんだん人間味が出てきたっていうか。人間見なかったんか。それ出会った頃の俺、人間見なかったんか。悪いございましたね。前の、転校前の学校ではロボットリンゲだと言われてましたよ。なんだよそれ。ケスケ君の言うことはなんだかわかる気がします。のびゆき君、前より少し明るくなりました。そうなのかな。それって多分みんなと友達になれたからだと思う。え？俺、記憶はまだあまり思い出せてないんだけど、こんな風に心を許せる友達ができたのって、多分、生まれて初めてだと思うんだ。のびゆきくん。なかなか照れることを言いますね。お前、よく恥ずかしくもなく、そんなことを言えるな。え？お前もそのうち、恥ずかしくもなく、さゆり好きだーって叫ぶ時が来ると思うよ。そうかな。でも私も信行くんと同じ気持ちだよ。今日一日こうしてみんなと過ごしてみて、やっぱりオカルト部のみんなといるのが一番楽しい。そうですね、僕もそう思います。私もそこは否定しない。まあそうだな。みんな、さてさて皆さん、夜も更けてきたことですし、僕のとびきり怖い話を聞かせてあげましょう。え？ホラーはちょっと。それから俺たちは時間を忘れて話し込んだ。青春だな。仲がいいな。でもタイトルを忘れてはいけない。疑心ってあるんだよな。乗り越えられるかな、疑心暗鬼な状況になっても。あ、ねえねえ、そういえばさ、この中で兄弟がいるって人って誰？
僕は妹が一人います。多分一緒ろ。妹に、お兄ちゃんこんなの嫌だって思われとるからな。多分この人がお兄ちゃんだってみんなで知らせたくないみたいな感じで思われてるぞ。うさんくさくて。シロウくんの妹、なんか意外だね。おや、そうですか。見てみたい気がするな。確かに、妹と接してる姿が想像できないな。妹は、とは結構良好な関係ですよ。へえ、ますます意外だ。ロエ君は兄弟はいらっしゃるんですか？私はお姉ちゃんが一人いるよ。あ、お姉ちゃん。へえ、そうなんだ。私が使ってるコスメとか、ほとんどお姉ちゃんのお下がりなんだ。あ、そうだそうじゃ。なんか、バッグの中になんかコスメが入っとるとき、お姉ちゃんの間違えて持ってきちゃったみたいな感じでごまかしとったな。でも本当にお姉ちゃんがおるんやな。優しいお姉ちゃんなんだね。うん。じゃあ、のびゆきくは？あ、そっか。記憶がまだ。なんかごめんな。別に気しないでよ。そっか。いつか思い出せるといいね。うん。しのすけくんは兄弟いるの？俺は兄弟はいねえ。へえ、なんだかしのすけって弟かいそうなイメージだった。なんだよ、イメージって。僕もマジさと同じことを思ってました。まさか一人っ子とは意外ですね。じゃあ、キスケは？どうした？なんかその真剣な顔は。ん？ケスケくん？え？ああ、すまん。ぼーっとしてた。何の話だったっけ？兄弟の話だよ。ケスケは兄弟いるのか？俺は、弟がいたよ。いたよ。弟がいた？どうしてか固形なの？それは、なんだよ、ケスケ！はっきり言えよ！いや、まちちゃん、これさ、絶対そんなノリで聞いちゃいけんことだと思うぞ。今は、もういないんだ。え？それってどういう？ごめん。私、なんか地雷踏んじゃったっぽいね。うん。まちちゃんさ、地雷に土足で踏み上がるん得意やな。いいんだ。別に、悪い。俺、ちょっと外の空気吸ってくるわ。え？ケスケくん。ああ。なんか悲しい過去があったんだろうかな。弟か。言っちゃいましたね。私、まずいこと聞いちゃったかな？どうでしょう。しかし、ケスケくんの態度を見るにも、もうこの話題はしない方がいいですね。そうだね。確かに、ケスケがあんな真剣な顔をするなんて。一体、キスケの弟に何があったんだろう。そろそろ私も帰ろうかな。さすがにもう寝ないと明日がやばいし。そうだね。じゃあみんな、また明日ね。おやすみ。私たちも寝よっか。キスケくんも心配だけど、今はそっとしておいてあげよう。そうですね。明日謝りましょう。そして俺たちはそれぞれ眠りについた。ちょっとテンションが下がったところで眠りついてしまう。若干さ、疑心って言葉に対して近づいてきてるような、なんか悪い流れが始まっているような気がする。翌日、目が覚めた俺たちはケスケに謝った。しかし、ケスケは嫌な顔を一つ見せず、何事もなかったかのように、いつもの調子で許してくれた。それから俺たちは、また修学旅行の旅を
満喫した。そして修学旅行最終日がやってきた。ああ、そうか、まだ結局あの場所に行けてないやな。今日が最後の自由行動か。オカウト部はみんなそれぞれ別行動をすることになっていた。俺が京都に来た本当の目的は忘れちゃいない。それはあの夢で見た場所に訪れること。もしあの場所が俺の記憶に関係しているなら、きっと何かを思い出せるかもしれない。俺はそんな期待を胸にあの場所を目指した。しばらくして来たな。まんま写真の通り、ここだ。確かに夢で見た景色と同じ。俺はあの夢の中でここに来たんだ。名前やけくん。わっ、シロ、どうしてここに。いやー、実はですね、ケイスケくんと一緒に行動していたんですが、はぐれてしまって。そしたらちょうどのびくくんを見つけたんですよ。そうだったんだ。そういえばのびくくんは用事があると言っていましたが、ここに来るのが目的だったんですか。うん、なんでタイミングで出会ったんだろうな。あとピコって言っちゃった。ディスコードの通知の音が入っちゃった。一体どうしてこんな場所に。それは、俺は夢の話をシロに教えた。なるほど、夢で見た場所に来れば記憶が戻るかもしれないと。うん、それは確かにいいアイデアかもしれません。それで実際どうでしょう、何か思い出せましたか。全然。そうですか。ここに来れば何か思い出せると思ったんだけど、やっぱりダメだったか。なんか手がかりがあればいいんやけどな。手がかりが、きっかけが、誰かおらんかな、この辺の住民に話しかけたらさ、あなた信之くんじゃないみたいな感じで知っとる人が出てくるかもしれんからな。いいえ、まだ諦めるのは早いですよ。え、もしかすると記憶に影響を及ぼすためには夢と同じ状況に必要がなる必要があるのかもしれません。同じ状況。はい、のびくくんが見た夢と今この状況は少し違ってるんじゃないですか。そういえばあの夢では綺麗な鈴の音が聞こえて、ん、そうだ、この鈴の音だよ。この音は向こうの神社の方から聞こえてきますよ。あの神社は、うわあ、来た、記憶に何か影響がある。信之君、大丈夫ですか。大丈夫。ちょっとめまいがして、そして俺はそのままその場に倒れ込んだ。わあ、だ、また記憶が思い起こされる時が来た。ここはまたあの夢だ。あれはあの時の。おい、遅えぞ、何やってたんだよ。ごめんみんな。よーし、これで全員集まったな。この神社を覗いてみようぜ。まさきくんやな。お、なんだあれ、すげえ燃えてる。あそこに願いを書いた紙を入れると叶うらしいぞ。へえ、あんな大きな火初めて見た。俺も。修学旅行が京都って聞いた時はつまんねえかなって思ったけど、結構面白いじゃん。そうだな、願いが叶うとかマジやべえ。なあなあ、俺らもあれやってみない。え、いいねいいね。修学旅行が終わったらいつもの秘密基地で真似してみようぜ。秘密基地って。ああ、お前はまだ知らなかったが、
学校の裏山の洞窟が俺たちの秘密基地なんだよ。あそこなら昼間でも暗いし雰囲気出ると思うぜ。まさき、さすがナイスアイディア。ちょっと待って、どうしたんだよ。あ、危ないんじゃないかな。大丈夫だって。何ビビってんだよ。それに願い事が叶うなら最高じゃん。うーん、俺成績上がるようにって書こう。勉強しろ。俺は彼女欲しいわ。人当たりよくしろ。じゃ決まりだな。ダメだ、早く止めなくちゃ。早く止めないと大変なことに。え、まさかあれちゃん、一回目初めて思い出した時の火事ってさ、今のさ、真似しようって真似して火つけた時に起きた火事ちゃん、もしかして。そうだ、俺は中学の修学旅行でもここに来たことがあったんだ。どこにでもある普通の中学生の記憶だけど、でもなんだろう、この激しい後悔と焦りは、俺はみんなを。信之くん、大丈夫ですか。どうして泣いているんですか。え、俺の目からは涙が溢れていた。俺、思い出したんだ。え？俺は昔、友達とここに来たことがあったんだ。でもどう、あの流れからしたらさ、真似して火つけて火事になって、一つ目の思い出した記憶みたいに火事になったみたいな、あんな感じやなって思うよな。それをさ、危ないのに止められなかったからあんな時期になって、過去に後悔が残ったんやな。それからしばらくして、俺は修学旅行を終え、バーに帰ってきた。あ、修学旅行終わりかい。終わったんじゃ、修学旅行。修学旅行先でなんか、あの謎の人物が出てくるんかなと思っとったけど、そうでもなかったんじゃ。ただいま。おかえり。どうだった、修学旅行は楽しかったかい。うん、すごく楽しかったよ。どうした、あまり楽しそうには見えないが。アブさん、俺は京都で思い出した記憶のことを話した。なるほどな。お前は中学の頃に京都に来たことがあったんだな。うん、そうか。それは大きな進歩ね。少しずつだけど確実に記憶は戻ってきている。このままドッペルゲンガー退治を続けていればきっと全部思い出せるんじゃない。そうなんやけどさ、ドッペルゲンガー退治を続けていたら、お前もお前の仲間もひどい目に遭うぞっていう言ってくれる人がいるんですよ。あいつら何なんですかね。アブさんの知り合いだったらガスンと言ってやってくださいよ。やだって。そうだよね、ドッペルゲンガーさえ退治すれば俺の記憶は戻る。だったら俺はやるしかないよな。その意気だわ。じゃあ明日からまたドッペルゲンガー退治をよろしくね。うん、今日はもう寝るよ。うん、おやすみ。なんならお休みのキスしてあげるわよ。やめてください。そして俺はそのまま眠りについた。わあ、またなんか来そうだな、あいつが。あいつがまた来そうな感じの雰囲気出してるよ。それからしばらくして、あ、寝ていた俺はふと気配を感じて目が覚めた。なんだこの嫌な感じ、前にどこかで。そして俺が起き上がると、そこにはですよねー、ですよねーって。
こうやってさ、出てきたのはこの人物じゃなくてルイちゃんだったらさ、悪夢どころじゃなくてさ、ハーレムだからな。ハーレムじゃないな。ハーレムじゃないけどさ、もう天使やな。またあの謎の人物が立っていって、で自分で言うなや、自分で言うな。何自分で言ってんだよお前。あれだろ、あれナレーション的なセリフなのにさ、謎の人物のセリフみたいになったんだよ。あっ、お前はよく見るとその右手にはナイフが握られている。 うわっ来るな。こいつまさか俺を殺しに来たのか。お前はドッペルゲンガー退治をするほどやめないつもりのようだな。え、さっきここでこのバーの店主と話していただろう。お前は確かにドッペルゲンガーさえ退治すれば俺の記憶は戻る。だったら俺はやるしかないよな。そう言っていただろう。それはどこで盗み聞きしてたん。ドッペルゲンガーを退治することがどれだけ危険な行為か。危険な行為？それってどういうことだよ。俺たちはドッペルゲンガーを退治して救ってるじゃないか。いや、お前らは何も分かっていない。とにかく私はお前に警告したはずだよな。もうこれ以上邪魔をするなと。いや、やめてくれ。殺さないで。本当はここでお前を殺して終わりにするべきだが、まだ殺しはしない。え、お前に最後のチャンスをやる。チャンス。明日の夜に海神学園で待っている。必ず一人で来い。来なかったり、もしこのことを誰かに伝えたら、お前だけでなくお前の仲間を全員殺す。いいな、私は本気だ。一体お前は何のために。それはお前なら分かるはずだろう。それってどういう。自分で考えろ。自分で考えます。はい、自分で考えます。そして自分で考えて思いついた結果がこれさ、もしかしたら当ててしまうかもしれないけどさ、これさ、まさかとは思うけどさ、今の謎の人物さ、未来から来た信行説ない？未来からね、絶望の未来から来た信行説。あのさ、ドッペルゲンガー退治を続けて、なんかしらの理由で、信行がみんながさ、信行が絶望するような未来が来る。そう、世界線の未来の信行みたいな。が、過去の信行に対して、こんな仮面をつけて、忠告しに来るっていう展開じゃないかな、もしかして。だからこそ、分かっているはずだとかさ、お前なら分かるはずだ、みたいな感じのことを言うのはさ、私はお前自身だ。だからお前のことはよく分かる、みたいな話じゃない。そんな感じじゃない。そんな気がするわ、わし。ちょっと待って。あれ、いない。また消えた。まずい。あいつは本気だ。もし従わなかったら本気で俺たちのことを殺すつもりなんだ。いっか、寝よう。